前回、はい、僕が作った人工知能と水野さんで戦ってもらったじゃないですか。うんうん、あやめの分類問題ね。あやめの分類っていう問題でね。で、意外に水野さん負けるかと思いきや、意外とちゃんと2人とも全問正解してしまって差がつかなかったっていう、はい、事件があったんですけど、あの人工知能何使ったって言ったか覚えてます？僕が作った人工知能、サポートベクターマシン。そうですね、サポートベクターマシン、はい、SVM っていうのを使って作ったんですよ。はい、これね、作っといてなんなんですけど、僕 SVM の中身そんなに理解してないんですよ。ほうほうほう。こういうことやってるらしいっていう程度の理解度で、うん、具体的に数学的な記述ができるほど分かってないんですよね。はいはい。でも作れたんですよ、人工知能。うーん、すごないこれ。よく分かんないけどすごいですね。うん、あとサポートベクターマシーンって言ってるけど、マシーンを作ったわけじゃないんですよね。なんか、あ、そうそう、コードを書いたみたいなってことなのかね。あ、そう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 、はいはいはい、サポートベクターマシーンを使って学習する人工知能ってのを使って、あ、なるほど、ソフトウェアを作ったってことです。はいはいはい。アルゴリズムの名前だから、うん、SVM はアルゴリズムの名前だから、うん、まあ、それを使って作ったって感じなんですけど、うん、よく分かってないけどできたんですよね。うん、不思議ですね。なんかいけちゃいました。どういうことっていう話をちょっと今日はしていきたいですね。おお、楽しみですね。ちなみに僕の想定台本だと、うん、今の僕のなんかいけちゃいましたに対して水野さんが甘栗剥いちゃいましたみたいに言うな、うん、で僕が SVM 使えちゃいましたって重ねて、水野さんがいやだから甘栗剥いちゃいましたみたいに言うなって言って導入が終わる予定だったんですけど、うん、ちょっと水野さん複雑すぎてよくないっすね。読み切れないんでちょっとやめてもらっていいですか。出ないっすよ、それはそれは出ないし、相方を勝手にその想定通りに走らせようとするのやめてください。出ないっすよ。ちょっとね、やっぱ安定した出力を出す API であってほしいからさ、いつも同じ予想した通りの出力を出してほしいんですよね。なるほど。参照透過性がパってほしいなという気になりましたね。すいません、ちょっと僕ブラックボックスなので。そうですね、はい、ちょっと気をつけてください。はい、今回のテーマは、はい、知らなくても使える AIですね。うんうんうん、ははは。まあ、冒頭で言ったんですけど、前回 SVM を使った人工知能を作ってきて、あやめの分類させて正答率水野さんと比べるってことをやったんですけど、うん、僕よく分かってなくてですね、 SVM、うん、よく分かんないのに作れちゃうのおかしいですもんね。作れちゃうんですよ、うん、これどうやって作るかっていうとさ、もうこれ書くだけなんですよ。まあ、今ソースコードがここにあるんですけど、はい、4行だけですね。へえ、おお、ほうほうほう。なんかさ、 SVC アンダーバーモデルみたいな書いてあるとこない？あ、はいはいはい。もうそこが結構本質で、ここが、うん、イコールライナーリニアかな。あ、リニアが、リニア SVC。 英語できないみたいな。もしかしてですけど俺英語できないみたいになってませんか？大丈夫ですか？もしかしてじゃないっす、英語できないやつっす。リニアを見てライナーって言ってる。危ねえ、もしかして俺英語できないみたいになるとこだった。危なかった。英語できないんだよなそれは。はははそう、なんかさ、 SVC モデルが、リニア SVC、はい、リニア SVC カッコカッコ閉じみたいなさ、うん、書いてあるじゃないですか、はい、なんか SVC モデルフィットみたいな、その次の行に書いてあるよね。 ありますね、はい、うん、みたいなことを書きました、うん、これだけってこと？そう、SVC に関連するとか、その4行だけ今見せた。俺もできるな、じゃあこれ。そうなんですよ。へえ。水野さんも使えますよ、だから、サポートベクターマシン。へえ。このトレインってやつが、うん、要は鍛えるってことだから、あ、そう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 、学習させるってこと。この、ね、このデータを学習せよと。そうそう、データ突っ込んでるだけですね。トレーニングデータと、うん、テストデータをそれぞれ突っ込んで、いい感じに、やっといてくれ、試すよっていう宣言をしてるだけで、全然だからあとよろしくっていう感じのソースコードですね、それは。こうなると、うん、僕みたいな文系人間でも扱えそうですね、うん、そうなんですよ。これぐらいこう分かりやすくなっていてくれれば。そうなんですよね、うん、これは僕 Python を書いて作ったんですけど、出た、コンピューター言語の中でもなんか最近よく名前聞くやつ、うん、そうですね、すごい解像度だな。最近よく名前聞くやつ、昔からずっと聞くやつ。あとさ、水野さん、かたくなにコンピューター言語って言い続けてるけど、あんま言わないですよ、うん、コンピューター言語って。なんて言うんですか？プログラミング言語ですよ。あ、プログラミング言語ですか、うん、まあ、そういう言い方もありますもんね。はい、あんまり言わないですけどね、コンピューター言語って。まあ、あの Python でやつをね、あの機械学習の学習用によく使われる。あ、いやいや、こし最悪、機械学習の学習用最悪。あの機械何何何どうした？機械学習というものを勉強するときの言語としてよく使われがちですね。 Python は読みやすいんで、うん、あの前もちょっと話したけど、インデント、あ、インデントしないと動かないみたいな、うんうんうん、初心者はこのそれでやった方がね、持ち方強制バシみたいなもんですもんね。みたいなもんですね、はい、そう、だから読みやすいコードが書けるし、テキスト上でもコードとして載ってるとき読みやすいので、機械学習勉強用で Python 使われがちで、はい、今回参照したテキストとかも大体 Python で書かれてましたね、うんうん、はい、
でこの Python にくっついてるってか、だからそれだけ機械学習の勉強に使われる言語だから、機械学習の勉強用のパッケージみたいなやつがめっちゃ発生してるんですよ。ライブラリーとは違う、これは。まあまあライブラリー、ライブラリーです。ライブラリー、はいはい、前やったやつですね。そうですね、はい、そうですね、呼び方いろいろあるんで、なんとなくいろんなパッケージって言ってみたり、ライブラリーって言ってみたり、いろいろ知ってますけど、あんまり気にしなくていいです、違いは。はいはいはい、わかりました。でこのサイキットランっていうやつがあって、これがもう機械学習の、うん、もうめちゃめちゃ一大扱いやすいパッケージとしてですね、はい、有名なやつがあって、これ勉強用にみんな大体使うんですよ、うん、でこのサイキットランの中で、あやめのデータとかを一発で、アイリスデータロードみたいなことを書くだけで一発であやめのデータを使えるようになったりするんで、だからあやめのデータ分類されがち、使われがちなんですね。なるほど、お得用パッケージがあるんですね。そう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 、もう勉強するならこれみたいなさ、もう言うたらターゲット1900みたいなやつですよ、うんうん、とりあえずこれこうとけと。そう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 、でその1ページ目にあやめの分類のデータが入ってるから、もうみんなあやめの分類問題まずやるみたいな、はいはいはい、みたいなイメージですね。なるほど。でこのサイキットランの中に SVM っていうのももうちゃんと機能として入ってるから、 SVM 使います、使う変数はこれですみたいなのを指定すると、あとは吉名に SVM で解決してくれるんですね。まあ、そうすると確かに中身分かんなくてももうキットがあるんだから、うん、そうなんです、それできちゃうわけか。そうなんですよ、 SVM 使いますってだけ言えばもう使ってくれるそのまま、うんうんうん、だから僕の理解レベルだと、前回解説したレベル、境界線の近くにあるデータから見て一番 A と B が明確に分かれるような、それぞれの近傍データから一番距離が遠くなるような境界線を引くっていうことしか理解してないんだけど、使えてしまうんですよね。本当は実際だったら、うん、あやめのデータを大量に持ってきた後に、うん、そこからその、境界線のデータを拾ってくることとか、そう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 、拾ってきた後に一番遠いデータをピックアップし、それを比較するみたいなことまでコードを書かなきゃいけなかったのを、もうその4行で代わりにやってくれるってことですね。助かる、これ助かりますよね、うん、だから今すごくてさ、うん、使う技術者が何も分かってなくても使えてしまう状態になってるんですよね、はいはい、うんうん、っていうのが今回のテーマで、知らなくても使える AI、はいはい、ですね。で AI の世界はだからとんでもなくブラックボックス化が進んでてさ、うん、普通の技術ってさ、うん、使う技術者はある程度理解してるんですよ、はい、ものには作る技術者と使う技術者がいるよね、はい、で最終的に届くエンドユーザーがいるよね、うん、エンドユーザーは多分何も知らなくてもいいんですけどね、はい、でも使う技術者は大体の場合そこそこ理解してるはず、うん、だから町工場のおっちゃん、車工場のおっちゃんとかさ、エンジン直してる人ってさ、うん、多分エンジンのことそこそこ分かってるじゃん、うん、分からんと直せんしね、直せないよね、うん、だからエンジンに関しては作る技術者はよく知ってるし、使う技術者もそこそこ知ってるわけだよね、うん、AI に関してはもう全然そうじゃなくて、使う技術者もあんま分かってないことがしばしばあります。まあ、情報隠蔽がめっちゃしっかり進んじゃってる感じだよね。そうだね、だからまあこれ言うと、だからちゃんとしたデータサイエンティストの人とかに怒られるのかもしれないですけど、友人のデータサイエンティスト、そこそこ腕利きにいろいろ話聞いてる時も、そんな詳しい内部構造分かってないよっていう、うんうんうん、でもなんかこれの要件とか何やってるかってことだけ分かってればまあ使えるから、別に中身詳しく書いたことないわっていう人も結構いるっぽいですね。だからある課題を与えられた時に便利なパッケージのがすぐ分かって、そう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 、それを正しく使うことができてれば仕事にとしては成立するってことですね。だから車の運転ができればエンジンをの中身を見る必要はないみたいな状態だよね。はいはい、っていうのがすごい、まあなんか AI 業界特にすごいなっていう感じがありますね、うんうんうん、当然なんですけど、あらゆるテクノロジーはそうなんですよ基本的に、うんうん、ブラックボックス化いいことだっていう話何回もしてますけど、はい、だから進めば進むほど内部構造をみんな分かんない状態で使うっていうことになるのは AI に限ったことじゃないんだけど、うん、にしても AI がすごそう、 うんうん、うん、やっぱね、これはだいぶ試験ですけど、人工マーチの周りが特にすごくブラックボックス化進んでるんじゃないかなという気がしますね。まあ、だって 何十何百何千の関数とかを組み合わせてるって言われたら、うん、もう中のことなんか理解しよう的によっぽどならないですよね。そうですね、うん、そうだから、そう、水野さんが今言ってくれたのは多分パラメータレベルの話、はい、何百万とかさ、何億とかのパラメーターがあって動いてるっていうパラメーターも当然理解できないし、何だったら今言った SVM はアルゴリズムの話だから、はい、どういう数学的処理が行われてるのか、うん、みたいなことも知らなくてもいい、うん、知らない人も多くいる、はい、っていうことですね今言う。なるほどなるほど。前回も最初に見せたこの本、はいはい、機械学習図鑑、潔くてさ、うん、サポートベクターマシンのとこ読んだらさ、こういうことをやってますってまず書いてあって、ざっくりした説明ね、うん、さっきの境界線がうんぬんみたいな説明があるわけね。そうそうそう、境界線得意になるように引いてますっていう話した後で、
使うためにはこういうコード書いたらいいですって書いてあって、一切その数学的なアルゴリズムの説明は書かれてなかったですね、うんうんうん、だからもうそういうことなんですよ。やっぱこういうテキスト書く人も別に中身は書かない、うん、こうやって書けば使えるよっていうことが書かれているっていう時代だなっていうのをすごく感じましたね、うん、まあね、本当多分これで読んで理解したい層からしたら、うん、その情報あればまあ十分そう、そうだね、内部構造まで考えなくても良さそうな気するし、うん、そうなんですよね。だからまあ使える、まあ、これ見て試して分かるって言ってるように、試すのを主軸に置いてるんで、みんなそれでええやろっていう発想に多分なってるんでしょうね、うんうん、ここから本題で、はい、ゲーム AI の話を今回したくてですね、うんうん、まあ、いろんなものが、まあ、ブラックボックス化が進むし、うん、まあ、知らなくても使えちゃったりするよねっていう中で、まあ、ゲーム AI もちょっと歴史をたどっていくと、最初のうちは理解できてたものがだんだん理解できなくなったっていう歴史だなと思ったんで、はい、うんうん、その辺をちょっと概観してみたいなと思ってます。はい、ちょっとね、前回の本当は地味すぎる AI の世界のあやめの分類問題ちょっと地味すぎて、うん、タスクが面白くなかったので、はい、やっぱここからはね、あの将棋だ囲碁だの話をちょっとしていきたいなと思ってます。はいはいはい、ちなみにこのゲーム AI、ゲームをする AI っていうアイディアっていつ頃からあるか分かります？これ俺ね、なんかね、本で読んだことありますけど、うん、まずそもそもさ、なんかあの、うん、RPG とかにさ、うん、出てくるなんかキャラクターとかもさ、はいはいはい、ゲーム AI みたいなさ、うん、やつ入れてるみたいな、あのなんていうシーマンみたいな、いなかった、あの魚のさありましたね、懐かしい、おっさんの顔のさ、シーマン懐かしい、ね、ドリームキャストね、そう、あれ確かゲーム AI 入ってみたいに聞いたからはいはいはい、1980年代後半とか、あれって、うん、んシーマンはそうでしょうね、多分それぐらい、80年代言い過ぎかな、90年代わかんないけど、いや俺も時代感が全然ないからあれですけど、はいはいはい、それぐらいの頃にはもうまずあったでしょ、まああったでしょうね、うん、それぐらい1990年代前半、あー全然違いますね、第二次世界大戦前ぐらいですね。コンピューターができるより前です。え？ここでゲーム AI は何を指してるんですか？だからゲームを指する AI、うん、だからまあ分かんないけど将棋とかさする AI っていうアイディア、早くね、これはね1942年とかもうちょい前からあったかもしれないですね。これ誰が発想したのかというと、うん、チューリングです、ね、出たよまたいつも出てくるねこの人何の話してても大体チューリングの話になるから、うん、すごいねあとね、あとね、分かった分かった、あのそればっかりだとちょっとパターン一緒で飽きると思うんで、はいはい、他にも名前出します、ね、ああそうそうそう、ノイマンです、またまたやもうどこのドア開けてもさチューリングかノイマンがさ、よっこじゃっ、コンピューターサイエンス周りね、全部のドアチューリングとノイマンに先回りされてるんで気をつけてくださいすごいねすごいねまあノイマンの方はね、ゲーム理論の創始者でもあるんで、ノイマン、ノイマン、あれゲーム理論ってノイマンなの？そう、ゲーム理論父とされるのは大体ノイマンですね、だからノイマン忙しいんですよ、いろんなもの父で、忙しいね、原爆の父でもあるし、うん、コンピューターの父でもあるし、あのゲーム理論の父でもあるし、めちゃめちゃ忙しいですよノイマン、忙しいですね、いろんなもの父です、うん、ちなみにノイマンうんちくもう一個言っときますと、ノイマンめっちゃ頭いいんで、うん、もうあの何カ国語だっけな、なんか十何カ国語喋れるし、はい、まあ、8桁かける8桁の暗算掛け算も暗算でできるし、うん、とか鬼のようなエピソードがいっぱいあるんですけど、はい、勤め先の研究機関の近くで車でしょっちゅう事故ってたらしくて、ノイマン、はい、あの車の運転死ぬほど下手らしくて日常茶飯事で事故るらしいんですよ可愛いけどちょっと気をつけてほしいですねで特に勤め先の研究所の近くの曲がり角でめちゃくちゃ事故ってたせいでノイマンコーナーって呼ばれてたらしいですいじられてるなあ、でもよかった、ノイマンに勝てる点1個あったわ運転できるわ、そうなんですよ、運転俺ノイマンよりうまいなっていつも運転するたびに思ってます、ね、はいはい、まあ、みたいなお茶目ノイマン話はね、あのノイマン会をいつかやろうと思ってますんで、あ楽しみ、それ聞きたい、そノイマン会いいっすよ、いっぱい喋ることあるよ、ノイマンやばすぎエピソード10選とか聞かせてくれよいっぱいありますんで、それはまたいつかやればと思うんですけど、はい、まあ、ゲーム理論創始したノイマンもちょっとなんかその機械的な数学的な挙動をするものにゲームさせたらどうなるかみたいなものもちょっと考えたりはしたっぽいんですけど、うんうん、でもやっぱりチューリングが割とそれ興味あったらしくて、すごいな、あのチューリングの回でもちょっと喋ったんですけど、チューリングって具体的なもの好きなんですよ、うん、工作みたいな、一マスずつものを書き込んでいく機械みたいな、なんかまあせせこましいって言ったらあれですけど細かいものが好きなんですよね、うん、のでチューリングは結構昔から趣味で、同僚と自動的にチェスを打たせるとしたらどうしたらいいんだろう、うん、どういう機会を考えたらいいんだろうっていうことをよく議論してたらしいんですよ、うん、なんで休日の過ごし方いつもこれだったっぽいですね同僚とね、うん、だからチェス
どうやって機械に刺させたら強くなるんだろうねっていう話を議論をしてるしてたっぽいですね。休日で休日に休まないやん休日とか、まあ、研究所の昼休みとかにねよく喋ってたっぽいですね。でもいいですね、なんか研究者 の, 昼あの休みっていう感じがしていいですね、うん、いいよね、うん、そう電気にこれ書いてあってなんか知的で羨ましいなって羨ましい。そういうね同じレベルで議論できる友達いたら楽しいでしょう ね最高ですよね。水野さんなんて収録合間にダジャレとかばっかり言ってますからねいやなんか善とは何かみたいな言ってない一回もしたことない一回もしたことないですよそうですね、収録の合間はねもう、うん、あのソファに大の字で寝てね、チョコレートちょうだいって言ってますからね、チョコパイうまーっていつも言ってますからそんなチューリンが同僚と喋ってたこと、うん、名前ついてるんですけどミニマックス法って言われるものの話とか結構してたっぽいんですよね、うん、ミニとマックス。そうですね、最小と最大、最小と最大、うん、聞いてなんかピンときます？いや全然ピンとこないですね。じゃあ水野さんが聞いたことないってことは多分これ一般常識じゃないんですね、おそらく。多分なんかこれあのゲームする AI みたいな話するときに結構よく出てくる話ではあるんですけど、うん、その名の通り最小と最大を使うんですね、うん、でちょっと一旦その話説明前置きさせてほしくて、チューリングたちが考えたアプローチってチェスの盤面とか状況に得点をつけるってことをやるんですよ。はいはい、これは聞いたことある？うん、ありますね。こういう手の時は有利だとか、うん、っていうことですよね。ここに動かしたら有利になるみたいなのを点をつけると、それを表すやつ、漢字4文字、漢字4文字それを表すやつ、そうそう、それをその決めるためにこの盤面有利かなみたいなのを考えるために使うやつ、漢字4文字使うやつ。ニュースとかでも時々聞く、えサイエンスとかテクノロジーのニュースで時々聞くやつ。人工知能人工知能の話するっつってんだから、これだずるいよ広いやつ言うの今狭いやつ聞いてんだからずるいよ人工知能は評価関数ですね。へえ、あれ聞いたことない？聞いたことないかもしれない。聞かないか、そうかそうか、 OK、 失礼しました。水野さんは聞いたことありそうだなって気がしたんですけど、まあ盤面をね、うん、じゃあ分かんないけどルークを取ったらかなり有利だからプラス5ポイントみたいな、はい、うん、で逆に今チェックかけられてると不利だからマイナス3ポイントみたいなやつのことを評価関数って言ったりするんですよね、うん、はい、でチューリングたちのアプローチはこれが設定する評価する点数をもとにいい手を考えたらいいんじゃないかと、うん、だから得点を最大化するように盤面をずっと動かし続けるマシンを開発したら そいつは強いんじゃないかってことですね。そういうことです、はい、ざっくりその理解で合ってます、はい、じゃあチェスの手の進行みたいなのってさ、枝分かれがどんどん続いていくわけじゃん。ええ、はい。A の手を打つか、B の手を打つか、はい、C の手を打つかみたいなので、まずまあなんか3股とかに分かれました。で、じゃあ A の手を打った後にまた1の手を打つか、2の手を打つか、3の手を打つかって分岐が繰り返されていくわけだね、うん。だからこれ図にすると気構造になりますよね。はい。じゃあこの気構造の中で一番いい手を選びたいってなった時にどうしたらいいかというと、うん、さっき水野さんちょっと言いましたよね。もう一回言ってもらっていいですか？得点を最大化していく手法を取ればいいってことですね。得点を最大化するやつを目指せばいいんだよね、はい、ところがここで一個問題があります。次の手だけを読んだときはなんかめっちゃ良さそうだったとしても、だから例えばクイーンを取れるみたいな、うん、めっちゃ良さそうだったとしても次の手でチェックメイトで積まれてしまいます、うんうん、ってなったら次の手でいきなり評価ゼロになるよね、はい、だから一手先を考えただけじゃ甘いですよね、うんうん、何手か先を読んだ方がいいよね、はい、じゃあこうなったときにどういう戦略を取ったらいいと思います？そもそもだからこれできるのか分かんないけど、うん、得点自体に、先の、うん、に得られそうな点のなんか期待値みたいなのをこう盛り込んでおけば、はい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 、良さそうな気がしますけど。いいですね。それあれだね、2010年以降ぐらいの考え方だよね。ああそうなんですか割とそうですね、アルファ碁とかのポリシーネットワークの話してる？もしかして。あ、してないです、一切してないポリシーネットワーク作るべきだっていう話ですかね。ああ、じゃあポリシーネットワークじゃない、あれなんだっけ、それ何ネットワークだっけ。知らないです。アルファ碁初期の頃はね、ネットワーク統合されてなくて2つ使ってましたよね、ポリシーネットワークとなんとかネットワーク。そのなんとかネットワークを評価関数みたいに使ったらいいんじゃないかっていう話ですよね。いや、誤称したことないです生まれてこの方したことないです、大丈夫です皆さんが今言ったその評価関数に未来の情報も盛り込めばいいんじゃねっていうのも一つのアプローチではあるんですけど、はい、それし始めるとめっちゃ難しくなるよね。うんうん、あの計算量やばそうかなっていう気がする、うん、そう、計算量もやばそうだし、多分その評価関数を作るのがめっちゃ難しいよね。あー、確かに確かに、さっき言ってた割と原始的なルークを取ったからプラス5点とかだと評価できなくなりますよね、うんうん、未来こうなるからこうっていう、だからそれはちょっと難しいんで一旦考えないことにしましょう。はい、
それを考えない上で、だから純粋に盤面の状態だけ、うん、クイーンを取ったら何点みたいな評価だけで一番いいところにたどり着く、うん、最善手って何だと思います？え、どうすればいいんだ？だからパッと見なんかその5点みたいな、すげえいい点に見える手なんだけど、うん、ちょっと先に行くとそれが一気にマイナスのがでかくなる可能性は、手を打たないようにするってことですよね。そういうことですね。まあ、ちょっとめちゃめちゃ先のこと考えると複雑になるので、今回3手先までにしましょうか、うん、自分が次打って相手がまた打って自分が次打つっていうところまで読める AI を作ったとして、うん、あ、はいはいはい、3手先がベストになるようにするにはどうしたらいいか分かります？え、どうすればいいんだ？どうしてもその織り込みたくなっちゃって、うん、未来の情報をね、評価関数に織り込みたくなる。全然ピンとこない。素晴らしいですね。素晴らしい。それをやったからアルファ5は強くなったらしいんで、はいはいはい、水野さんのアイデアはすごく現代的でいいと思うんですけど、そうですよね、一旦それなしにしましょう。アイデアは宝でも実行できなきゃゴミですからそうなんですよ、はい、直感的にはさ、3手先のスコアを全部計算したらいい気しない？今1手目を打とうとしてるんだけど、3手先までも含めて全部計算しておくってことですね。そうそうそう、自分の選択肢がもう単純化するために A と B しかないとするとさ、はい、1手目で自分が A 打つか B 打つかなわけじゃん、うん、でその後2手目で相手は A に対して1を打つか2を打つか、はい、B に対して1を打つか2を打つかみたいな選択肢があるわけじゃん、はい、で自分がさらに3手目でその相手の打ってきた手に対してこれをするかこれをするかっていう、うん、まあだから2倍ずつになっていくとしたら、はい、8個、はい、とかの選択肢があるわけだよね、うん、これのそれぞれ3手先の8パターン、うん、8パターンに全部点数つけてさ、はい、一番いいやつ目指せばいいなって思わん？あ、はいはいはい、でもそれはね、結局じゃあ5手先とか7手先でまたひっくり返る可能性が、うん、まあ、可能性ありますね、可能性あります、うん、ちょっと一旦それなしにして、ね、あ、なしにするのね、はい、3手先にベストを打つとしたらどうしたらいいですかっていう問題に読み替えました。まあそしたらその8個分の計算だけ済ませて選べばいいんじゃないですかね、うんうん、じゃあ8個のパターンの中でもう98点みたいな、うん、これできたらもうほぼ勝ちみたいな手があったとして、うん、それに向けて打ってっていいと思う？いいんじゃないの？よくないっす。え、なんでなんで？あの、落ち着いて考えてほしいんですけど、2手目は相手の手番なんで、うん、こっちで選択できないんですよ。うんうんうん、それ思ったってことはさ、だから3手先読んだところで98点みたいなめっちゃいい結果があったとしても、自分の1手目でそれに向かってってさ、あー、なるほどね、相手の2手目でそこじゃないルートに行っちゃうよね。あー、相手が自分の盤面だった時の得点って盛り込めない？え、難しい難しい。何？相手が自分の相手の目線だった時に相手はどういう手を打つかってのを同じように計算できるわけじゃん。それ盛り込んだらより強くなりそうな気するけど、うんうんうん、あ、頭いい頭いい。なんか水野さんの中にあるアイディア合ってるっぽいぞ、うん、それミニマックス法だよ多分。あ、そうなの、うん、それを織り込むってつまりどういうことですか？ん、だから相手の盤面の点数をまた出して、ああ、いや、あのミニマックスじゃなかったっす、センスなかったっすすごい合ってること言ってるなって思ってミニマックスそうですよそれって言っちゃったんですけど、あの、よく聞いたら全然違いましたセンスがない、センスがない、ごめんなさい、根本的にセンスがない、根本的にセンスがない、ごめんなさい、すいません本当に全然違いました。クリーチャーズの皆様すいません本当にセンスがないって申し訳ない。本日もクリーチャーズさんの提供でお送りしてるんですけど、ちょっとセンスないやつを相方に選んでしまって申し訳ございません。森本の過失がすいません本当に。答え言っちゃいましょうか、もう、はい、3手目で自分のベストのところを行こうとしたら相手に反らされるのが問題なわけで、うん、この相手の反らしを計算に入れておけばいいんですよ、うんうん、相手は多分自分にとってベストな手を打ってくれないよねっていう想定をすればいいんですよね、はいはい、それが何かっていうと、相手は自分の点数をミニマムにしてくるような嫌な手を打ってくるだろう、あ、なるほど、という想定ですね、はいはいはい、ミニマックス法の意味分かりました、うん、自分はマックスを狙うんだけど相手のミニも織り込みたいってことですね、はい、そう、だから自分は常にマックスを探し相手は常にミニを探すという想定をした時に、うん、3手目で一番いい手になるルートを1手目から選んでいくべきだろうっていうことですね。なるほどね、はいはいはい、これがチューリングの時代に議論されていたゲームする AI のあるべき姿、うん、まあまあ賢いじゃんですよね偉そうだなあんたチューリングより賢いやつの喋り方なんよその時代にそこまで追いついてたなったらなかなかね腹立つな旧大点だと思います、はい、腹立つな、まあ、っていうのがねミニマックス法って言われるやつで、うん、結構これ理にかなってますよね、うんうん、なんか当時コンピューターも何もない状態で理論だけ考えてた上ではかなりいい発想な気がします、うん、だからチューリングとかってその盤面に対して点つけるみたいなこととかもしてたってこと？
そうですね、大変。そうそうそう、それはもうそんな仕事しながらなんかあんなすごい論文いっぱい書いてたの。そう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 、てかだからこれあれだよ、あのチューリング会でやったけど暗号解読、うん、エニグマの暗号解読してる日の昼休みとかにこの話してたっぽい同僚とで、この盤面は何点何点と評価するのがいいよねとか、相手の手は常に自分をミニマムにしてくるような手にするはずだからこうやって考えるのがいいんじゃないかなみたいな話を休み時間にめっちゃしてたっぽいですね。だから頭使ってたいんだろうね、常時 ね賢い人は。休む暇ないんすね、うん、まあ、というこのチューリングのアプローチとかが一番古典的で、まあ、ゲームをする AI の講師と言えるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、これさ、でもさ、分かりやすくない？分かりやすい。 今聞いただけでも中身理解できたじゃん。うんうんうん、そうですね。わけ分かんないなって全然多分なんなかったよね。なんないですね。のでね、この時代のプロダクトはね、分かりやすくていいんだうん、うん、分かりやすくていいんですが、ここからですよ。もうアルファ碁とか出てきちゃうとさ、はい、人間が全然理解できなくなるんですよね、はあはあ、今の牧歌的なね、うん、ミニマックス法みたいなやつって人間に分かりやすいという意味ではいいんですけど、ちょっと問題あるんですよ、うんうん、何が問題かというと、何か分かります？あのつけた点が正しいかどうか。素晴らしい、その通り。評価関数を人間が用意しなきゃいけないんですよね、うんうん、ルーク取られたら5点みたいなルールってこっちで教えるんだけど、うん、それ合ってんのって話になるわけですよ ね、 そうね、プラス4点じゃなくてプラス5ではみたいなこともありそうだし、そもそもそれプラスかみたいなのもあるだろうしあるじゃないですか、諸説分かれるみたいなやつ、ゲームでよくあるよね、はい、僕さ、びっくりしたんだけどさ、囲碁のさ、うん、コミって分かります？はいはいはい、あの光の碁で出てきたんだけど、どこか覚えてないコミって出てきたな。光の碁読んだんならコミ分かるやろ。コミどっかあったなっていうことだけ覚えてますね。先手が有利だから、うん、囲碁って、うん、だから白につけられる、だから後手につけられるハンデ、うんうんうん、囲碁って陣地の取り合いじゃん、はい、その陣地が最初からあるものとして見なされるんですよね、うん、4目半とか5目半とかっていう、はいはいはい、あれ全然聞き覚えない、うん、でも1目置くの由来だなってことを思い出しましたそういえばそれが1目置くの語源だったなっていう。語源に詳しい、はい、そうですそうです。いや、水野さんすごいですね、光の碁読んだのに囲碁知識が全く頭に入ってないですね、ま、あれだから囲碁を覚えたいと思ったらそういう目で読むんだろうけど、はいはい、囲碁のこと覚えなくても読める奇跡の漫画なんで、そうですね、囲碁やる気全然なかったので、はいはいはい、周りでやってるやついなかったし、まあ、なんでそれはちょっと読み流しちゃってたのかもしれないですけど、読み返すと死ぬほど出てくるんですよ、うん、コミは5目半でいいねみたいな、うん、これだから後手に与えられる半でなんだけど、はい、この囲碁のコミってだんだん増えてるんですよ増えてる。光の碁の連載開始時期とかは多分5目半だったんですけど、うん、なんかだんだん数年経ってこれ少なくねってなったらしくて、うん、途中から6目半になって、うん、さらに7目半になったとこまで僕は補足してます。へえ。国際ルールでどんどん半で増えてたらしくて、うん、なんかだからそのぐらい曖昧なんですよね、人間が策定してきたルールって、はいはいはい、これハンデってこんぐらい与えるのが妥当だよねってやったけど、なんか違くねって空気になって変更されたりするわけですよ、ね、なるほどなるほど。だからもうそのハンデの値一つ取ってもそんなんなんだからさ、人間が決めるものなんて全然当てにならないわけですよ、うんうん、ましてや盤面がどれぐらい有利かなんてさ、そんな評価関数正確に作れるわけないんですよ、はい、というのが一番の問題点だったわけですよ、うん、でこのチューリングの牧歌的なアプローチからちょっと遠ざからなきゃいけなくなったわけですね、うん、もっと本当に強いものを作ろうと思ったら人間が教えてるようじゃダメだと、評価関数与えてるようじゃダメだっていう感じになった、うん、でここで出てくるアプローチがあれですね、あれでしょ、あのコンピューター同士で戦わせて、うん、あのそいつらで学習させればいいんじゃない、はい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 、いいですね、そういうのを漢字4文字でなんていうんですか、機械学習。お、惜しい惜しい、まあ機械学習なんだけど、機械学習なんだけど、外しそう、深層学習。あ、違います。じゃあ、へい、しゃあ、違ったな、なんでが妻さんのか分からんけど、まるまる学習で浮かぶのがね、まるまる学習をとりあえず言ってみる。じゃあもう一個知ってるのは強化学習。はいはいはい、それです。あ、これ僕が言ってほしかったのそれです。あ、でも僕強化学習のイメージはあの、うん、コンピューターを人間がいじめる学習みたいなイメージしてたんでなんでなんかそれじゃないのかな、なんでいじめる、なんか、うん、あれでしょ、僕の知ってる強化学習知識は、うん、なんかあの
正しくできないと罰を与えるし、ああいいじゃんいいじゃん、正しくできたら褒美を報酬を与えるみたいな、あのまるでコンピューターを生物実験のように扱っている、うん、人間がコンピューターいじめてるやつだって、だから強化っていうからなんか、うん、こう頑張って伸ばしてるみたいなイメージだと思いきや、はいはい、火事場で刀を精錬してるみたいなね、そうじゃなくてそのプログラマーがコンピューターをムチでバシバシ叩いてやってるイメージはいはいはい、あのね、水野さんそのイメージねすごい的を射てて今回の参考文献に挙げている、教科学習を学びたいと思ったらまず読む本かな、はいはい、の冒頭では思いっきりスキナー箱の絵が出てきて、ね、教科学習のイメージこれですって書いてあったんで、はいはい、スキナー箱ね、あれはハト？ラットですね、ラットかあれは、うん、待って、スキナー箱はおい大丈夫か、スキナー箱知識怪しいぞ、大丈夫か、うん、スキナーがまず行動主義の人でしょ、うん、でスキナー自体は動物の行動みたいなものだけ見て内面とか考えなくていいやんっていう立場の人で、うん、それはあんま関係ないですね今、うん、そうなんだろうけど、スキナー箱ってあれなんかあれだよね、でも動物をしつけようとした、そう何だっけ、やべ、うわ言ってて俺も怪しくなってきた、おいこいつ怪しいぞとか言ってたけど僕も怪しいさ、あの、大筋あれなんですよ、ラットが特定の行動を取ると電流を流す、あ、はいはいはい、ようにする、ボタンを押すかな、ちょっと怪しいけど、なんかをすると電流を流すようにするっていう箱 で、うん、でそこでラット生活させると最初のうちはその行動を取ってたんだけど、まあ、だんだん学習してきてこれやると電気流れるなって分かって全然やらなくなる、うん、でいずれ電流を流す装置を切ったとしてももう全然ラットはその行動を一生やらない、うんうん、みたいなやつがスキナー箱だと思う、あーはははは、だからイメージ合ってますね、水野さんのイメージ、教科学習のそのイメージまさに入門書に結構出てくる図なんで、そうなんだ、大体合ってます、コンピューターは縛く、そういう学習ですねコンピューターは縛いてないんですけどねエージェントを縛いてるのかな、なるほど、はいはいはい、まあ、だからここで言うじゃあ囲碁を打つだったら囲碁を打っている主体を縛いているんでしょうねお前その手クソだろうがバカだれー無知でやり直しや、楽しくなってきたね、教科学習って楽しいな、なんかそう考えると急に S 系がね、堀本さんの S 系が、そうでも報酬も与えてますからリワードですから、これはだから喜ぶ報酬なんなん、いやだからアメとかじゃない、コンピューター、コンピューターの中で囲碁打ってるやつに対してアメちゃん、アメちゃんをあげてる、やったーってなんだろうイメージなんでしょうね、なんだろう絶対いやだから真面目にするとムチも打ってないしアメもあげてないですよあの値が変わってるだけね、うん、いい評価をされる行動を取る、まあ、だから囲碁で言うともう勝つだよね、うん、最終的に勝つってなった場合、今まで打ってた手はどうやらいい手だろうということでちょっとだけ評価をプラスする、うん、でそうすると次からエージェント、その囲碁を打つソフトウェアはその手を選びやすくなるはっていうことですね、なるほどなるほど、これもだからスキナー箱とほぼ一緒じゃん、うんうんうん、いいことなんかお前とにかく勝ったから偉いぞって言って報酬をあげる、だからそれを報酬をあげるって表現してるだけだよね、うん、勝ったからなんかお前今まで打った手多分いいんだろうなっていうことでそれを値を大きくして今後やりやすくする、うん、で逆に負けた時にやった手はなんか多分あんま良くなかったんだろうなってことで全部ペナルティを与えて値を下げる、うん、はい、だから今後それが選択されにくくなる、うんうんうん、みたいなのが強化学習のイメージ、なるほどなるほど、はいはいはい、分かりました、水野さんは思ったよりちゃんと理解しててびっくりしました、僕はあのさっきさちょうどカメラ回ってないところでさ、最近僕強化学習っていう言葉知りましたよって言ってて、うんうん、いいカモが来たぞと思って多分こいつ強化学習のこと何も分かってないだろうと思ってこう腕を回しながら、うん、いやもうバッチリですよ、コンピューターをどつき回して芝居て正しい風にさせる学習でしょこれそれは間違ってるけどね、それは間違ってるけど意外とイメージ像はそんなに離れてなかった、はいはい、意外と合ってたからびっくりしました僕は、うん、あのてっきり水野さんはなんかあれでしょ、繰り返していくうちにだんだん強くなっていくやつ地面に引っ張られることを言うと思ったんですよね、はいはい、じゃあそっちじゃなかったんで、そうですね、びっくりしましたね、そう最近ねちょっとあのなんか俳句 AI のね、うん、はいはいはい、本をちょっとあのゆえあって読んだんですよ、ほうほう、ちょっとまああんまり AI のことを入れないようにしてたんですけど、うん、まあ、どちらかというとその俳句生成に興味があったんで、ほうほう、ちょっと読んだんですよ、なるほど、であの脱線しちゃうんですけど、うん、こう偉いもんでさ、うん、ゆるコンピューター科学ラジオ聞いたらさ、うん、ちょびっとだけ言ってることわかんのよ、へやっぱその計算みたいな言葉が出てきたりだとか、はいはいはい、まあ、そのアルゴリズムって言葉 もうなんとなくわかってるし、うんうん、あのそれこそパーセプトロン素子の話とかも出てきたし、はいはいはい、なんかだからあれですね、その正確な理解は確かにゆるコンピューター科学ラジオでできないのかもしれないけど、うん、アレルギーかなり減ったなって思って、おーよかった、意味あるじゃん、助かりました、やってる意味あるわ、助かりましたマジで、嬉しい、すごい、なんかリスナーさんからそういうことをいただくことよくあるけど、はい、水野さんからいただくパターンもあるんですね、全然、あーすごい、あれはね嬉しい、このためにこういう番組あるんだなって思いました、ね、そうだね、だからあの正確な理解を得ようと思うんじゃなくて、ね、正確な理解は本でやればいいんだから、そうですね、そうアレルギーを取り除くのに役立っていただければね、なんとなくアルゴリズムって言葉親しくなったなって思っていただきたいです、
ですね。そうですね。だけど逆に俺多分この意味誤解してるっぽいけど、そのゆるコンピューター科学ラジオで直感的な理解したいなって語も結構やっぱその手の本読んでると出てくるので、はいはいはい、なんか例えばですけど記憶とか、うんうん、多分俺記憶の意味間違えてる気がするみたいな、その俺がこう覚えるあれのこと記憶って呼んでないんじゃないかなみたいな、記憶媒体とか、はいはいはい、記憶、ああ記憶媒体って言うね、記憶多分俺意味違って覚えてるっぽいなみたいなこととかがあったんで、はいはいはい、なんかそういうの辺の直感的な理解する回とか聞きたいですね僕。なるほどなるほど、多分誤解してる用語、はい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 、わあ大変だ、メモリーとレジスタの違いとかキャッシュの話とかします、 あんま面白くないっす、記憶の話が聞きいやだからさ、記憶する場所っていろいろね、思想が違うわけですから、思想が違う思想が違う、それはそうじゃないですか、えだってね、アキュミレーターとして使うのかスタックとして使うのか、ね、あの二次装置、二次記憶装置としてね、ハードディスクとかを使うのかっていう話も全然違いますよね、っていうことをね考えていかなきゃ、ちょっとやめましょうかこの話記憶やめましょう、ね、まあ、とにかくちょっと僕はね、あのアレルギー減ったなと思ったって、はいはい、よかったよかった、はい、まあ、そんな感じでね、こう用語をいろいろ名前で誤解されてるシリーズを解いていきたいなという一つのテーマなんですけど、うん、はい、まあ、教科学習もなんとなく強くなっていくやつみたいな名前に引っ張られて誤解してる人結構いるんですけど、なんか本当やっぱだからあのド S 学習とかに名前変えてほしいですね本当は水野さんのイメージも間違えてるね、それ直感的な理解として悪くないって言ってるだけでド S 学習ではないんですよ別に実際には無知打ってないですからねパソコンにそうかそうかまあ、イメージとしては教科学習はあれですね、環境から報酬を得ながら行動を最適化していくみたいな感じですよね、うんうんうん、はいはい、いい結果得られたらだんだんそれをやるようになっていくっていう、本当に生物実験っぽいイメージのやつですね。もう AI 周りだから失敗命名シリーズ多くてさ、はい、前回もロジスティック回帰の話したけど、うん、科学習もやっぱ ね、 言ってましたね、気になりますね僕としてはね、はい、訓練データ、学習データが少なすぎるとき科学習ですからねこれ過小学習ですよ、ね、これ難しいんですよね。いやでも科学習で合ってるんですよ、学習しすぎなんですよ、少ないデータに対して、少ないデータに対してね、あだからデータが少なすぎるがゆえに発生した科学習という意味ではまあ合ってるんですけど、でもどうしてもやっぱ科学習って言われるとね、めっちゃ勉強しすぎちゃって起きてる弊害みたいなイメージで、うんうん、その意味でみんな使ってるじゃないですか、うん、なんか勉強しすぎちゃったから、うん、あいつは倫理観ない人間になったみたいな時に科学習だみたいなこと言ってて、そういう意味じゃないんだけどなっていうのすごく引っかかりますね。そうですよね教科学習ってアプローチってさ、チューリングが言ってた評価関数みたいな、評価関数を与えてそれを最大化するように行動してくださいみたいなのと違ってて、現実世界に似てるんですよね。というのは、例えばさ、水野さんが振られたとするじゃないですか、うん、意中の人に、うん、振られた時にさ、何が原因だったかとか分かります？はっきり。ああ、分かんないですね。店選びが悪かったのか、うん、話題選びが悪かったのか分かんなくない？はい、あすっごちっちゃい振られた原因ちっちゃ、どっちも店選びとかじゃないだろ多分。だいたいどっちかだろ。え、堀本さんどんな恋愛遍歴？間違えました。そんなわけないですね、うん、あの人間としてね、相性がどうとかね、はい、いろんなファクターがありますから、はい、ちょっと単純化しましょう、うん、店選びか話題選びかに、もう単純化しましょう、話が難しいからいろんなファクター考える。単純化の仕方を間違えてますね。はい、過単純ちょっと過単純かもしれないんですけど、はい、ちょっと一旦ね、一旦話しやすくするために、はい、まあ、どっちかが問題だったとするじゃないですか、うん、これでもはっきりどっちとは分かんないですよね、うんうん、でこれもしチューリングのアプローチだったら評価できるんで、はい、なんかじゃあ一般にこういうお店は何点で、うん、こういうお店だとマイナス何点みたいなのを足し合わせていけば分かるよね。だからじゃあ 店選びが悪かったとか、うん、いや店選びは良かったみたいな、話題が悪かったみたいな、だから選んだ店のデータセットを用意して、うん、そいつらに点がついてるから、うん、それで多分この点数取ってるってことは問題なかろうみたいな判断するってことね、ことができるっていうのが、まあ割とチューリングっぽい評価関数っぽいアプローチですね、はい、でもそれじゃなくてさ、教科学習はもう結局勝った負けたをもとに全体をいじるわけだよね、うんうんうん、だからつまり振られたっていう結果に対して話題選びなのか店選びなのかどっちが原因なのかは分かんないけど、まあどっちかでいずれにせよなんか悪いから、うん、今回振られたから両方マイナス 0.2 点だな、はいはい、みたいなのを繰り返していくわけですよね、うん、でうまくいくときもうまくいかないときもあるわけですけど、うん、どうもうまくいってるときはもうイタリアンばっかりだと、うん、イタリアンの店はいいらしい、ラーメン屋はダメらしいみたいなね、うん、学習をそれを繰り返していくうちに
得ていくわけですよね。はいはい、現実世界に似てません？そうですね、確かに。なんか原因なんてはっきり分かったりとか、うん、正しく評価できることなんてほとんどないのだから、そうですね、実際に、実践データみたいなのをもとに演繹していく方が現実に即すってことですよね、うんうん、そうですね。演劇か昨日じゃないか。ああそうですね、ごめんなさい、昨日か、うん、ごめん、俺なんかさっきからじゃずっと演劇間違い続けてる。そうなんですよ、さっきも、うん、それ演劇かって思ったんですけど話の流れ上もそのまま行っちゃったんで、はいはいはい、気になったんですけど、昨日だよね、出来事があって。ああそうですね、ごめんなさい、まあ、そっからじゃあもともと原因なんだったのかな。あやめのデータの時はあれ昨日してましたね僕。そうだね、はい、そうだね。ってことでさ、だからじゃあ厳密な評価が定まってるみたいな、チューリングの発想ってちょっと理想主義的というか現実から乖離してるから、うん、まあ、もうちょっと写実的に描こうとしたのがこの強化学習っていうアプローチなのかもしれないですね、はい、だつまり強化学習はルネサンスなのかもしれないですね。もういいよ、もういい、飽きたよもうそれ飽きたて、もうことあるごとにね写実主義ってルネサンス持ち出すやつ引き出しするしかないのか本当にちょっとそうですね、僕の写実主義の引き出しマジでダヴィンチとヴィトルグルス的人体図しかないんで、はい、もう全部のルネサンスになっちゃうんですけどそうですね、インプットがね過少なのでしょうがないですねやっぱり。そうですね、科学習を起こしちゃってるんで、はい、まあ、だからもう下手するとこれはだから人工知能と呼べないんですよ、はいはい、もうあの写実的って言われたらルネサンスでアウトプットするだけのものなんで、これは人工知能と言ったら怒られるかもしれないですね。ボットですね。そうですね、本当にシンプルなボット、はい、人工無能ってやつですね、はい、これ能力が低いっていう意味でもダブルミーニングでそっちじゃないです、無能なわけではなくて僕が、はい、もう脳がね、定められた、そう、台本に従ってやってるだけで何か学習をかませたりしてないんで、こういうやつ写実的って言われた瞬間ルネサンスっていうやつは人工知能とは言えないと思いますね、はい、一般的に。もう一個抽象化するとさ、はい、この強化学習ってマネジメント法で言ったらさ、うん、放っておくマネジメントに似てるよね。あ、はいはいはい、部下がとりあえずいっぱいわーって仕事して、うん、うまくいったうまくいかなかったみたいなのを、そう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 、特にこっちで評価をしたりすることなく、うん、向こうで考えさせて、うん、最終的にいい方法にたどり着くなーっていう考え方、ね、最終的にだから報酬だけがあるって感じだよね、うん、ああそうかそうかそうか、だから今期お前めちゃめちゃ営業成績いいなみたいな、だからボーナス上げるよとか、うん、まあ、あるいはお前めちゃめちゃ今期営業成績悪いなみたいな、うん、まあ、だから無知で打つよみたいなおボイス学習登場あのちょっと無知打ちエンジニアの皆さん、ね、僕ちょっと法律に疎いんで、いまいち現代の法律で部下を無知で打っていいかどうかについてはちょっと分かんないんですけど、全然アウトですバッチリアウトまあそういうことよね、だから問題なくアウトですはい、それはちょっとじゃあ無知では打たないように気をつけていただきたいんですけど、はい、報酬を与える、だからそれはプラスの報酬であることもあればマイナスの報酬である罰であるということもあるんですけど、まあ、それだけ結果に応じてそれだけがあって、うん、あと何をするかっていうことに対してはもう何にも言わない、うん、あとはお前らが勝手に値をいじってやるべき行動を探してくれという感じですね、うんうん、それに比べてチューリングっぽい評価関数のやつってマイクロマネジメントだよね、うんうんうん、こういう状態が良い状態だからお前が次に取るべき手はこれだみたいなのをもう言っていって明確に出してる、はい、ってことですよね、はい、そして思ったのがですね、おそらく株式会社クリーチャーズはマイクロマネジメントではない、うん、強化学習型の組織だなということを思ったんですよね。無知で打ちまくっているちょ完全に間違えた認識を引きずったまま言っちゃったせいでやばいやばい、失礼しました、間違えました。クリーチャーズ様は無知で打ってる会社ではございません、絶対に違います、間違えました、すみません、間違えました、だいぶ間違えましたあのクライアントをね無知で打っている会社って紹介したら絶対に怒られるんで、やめてください、それだけは絶対避けないといけない、マジで気をつけてください、お前だよお前だよ言い出したの、厳重注意ですあの水野さんには後でしっかり無知打っときますんでクリーチャーズの皆さんを許していただいてそうですね、ちょっとあの人柱で僕が叩かれていきますまあ何が今言いたかったかというと、あのクリーチャーズ様に今回取材してて、うんうん、面白いなと思ったのインプットサポート制度っていうのがあるらしくて、え、はいはい、一定条件下で個人が自由にゲームとか書籍とかを買ってよくて、ゲームも、うん、へえ、でそれを会社のお金でやっていいらしいんですよ、え、マジで、うん、そんなことできんの、だから要するにそのまあお前が業務に役に立つと思うならいいだろうと、好きにやってくれと、へえ、いうことで、なんか結構だからそのお話伺った人はそれこそ前パラダイムシフトの回で言ったラスト、うんうん、結構今熱いとされている言語、うん、やらないといけないなと思ってインプットサポート制度でこれ買いましたっつってラストの本見せてくれてこれ今勉強中ですとか言ってたりしたんですけど、まあなんか割とそういう会社っぽくて、へえ、仕組みとして社員の皆さんに、勝手にやっといてくれと、好きなこと勉強しといてくれみたいな雰囲気っぽいですね、羨ましいですね、ね、羨ましいですよね、うん、
まあ、だからこれって言うたら従業員に割とこう好き勝手にやっていいよっつってやらせて、まあ、結果に応じて報酬を出す強化学習的マネジメントなんじゃなかろうかということを思ったわけですね、うん。堀本さんがただ思っただけですもんね思っただけですから。あ、そうですね、思想の自由がありますから一切言ってなかったですつまりこれは会社として強化学習なんですよみたいなことは一切言ってなかったです。そうですよね、客職とかでもないですもんねそうですね、僕が思ったことを勝手に喋り始めた、ね、よかったよかったよかった、そこはしっかり線引きしておきましょう。そうですそうです、うんうん、だからまあ強化学習というアルゴリズムを採用している会社っていう、あ、違う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 って言ったのよ違うって言ったから今え、でもさ、やっぱほらマイクロマネジメント良くないとか言うじゃん現代でも、うんうんうん、なんか割と好き勝手させた方がいいですよっていうのを言うんで、まあ、そういう意味ではすごくあの各々の興味関心に合わせて勉強したりして割と自由にやらせていただける会社なんじゃないかなと思いますので、うん、引き続きですね、今回株式会社クリーチャーズ様からの求人広告動画となっておりますので、うん、あ、急激に今急激に今 PR が始まった概要欄にクリーチャーズ様の求人広告というか求人ページが貼ってありますので、うん、ご興味ある方はぜひこちらから申し込んでいただければ幸いでございます。ぜひぜひ、もうインプットサポートも受けられてね、うん、こう割とお好きにやっていただいて、その結果が報酬として返ってくるというような会社だと思います、うん、強化学習的な会社だと思いますそうですよね、今クライアントからの声ではないですね声ではないですね、はい、そのように僕は読み取ったという感じになりますので、なるほど、はい、まあ、いずれにせよこのゆるコンピューターラジオ見てる人もさ、好きじゃんインプット、うんうん、インプット好きだと思うんで、まあ、そういう方にとってもすごい楽しい職場になることは、うんうん、まあ、おそらく間違いないと思いますので、はい、もし今お仕事探してるぞという方いらっしゃればぜひリンク飛んでください。耳寄り情報もう一個言ってもいいですか。はいはい、オフィスがめっちゃかっこよかったなんすよ。そうなんすよ、ポケモンカードのね、はい、ポケモンカード型のタイルみたいなやつがさ、うん、オフィスにびっしり貼られててさ、かっこよかったよね。めっちゃかっこよかったね、うん、何万枚と貼られてたらしいよ、うんうんうん、壁が全部ポケモンカード型の石板みたいなやつ埋め尽くされてるんですよね。リザードンなんか何、うん、あれ石みたいなのでできたさ、ドデカポケモンカードみたいなあってみたいなのもあったね。正直ミーハーなんであそこで写真撮っちゃいました、ね、浮かれてテンションが上がってね、水野さん写真撮ろう写真撮ろうつクリーチャーズ社員の方に撮ってもらってね、そうなんですよね忙しいところ何させてんだっていうところありましたけどね。でもクリーチャーズのオフィスのポケモンカード型のタイル、うん、あれ手作業で一枚一枚角度微妙に変えてつけてるらしくて、だからあんなかっこいいらしいですよ。マジっすか、はい、そんな手間、めちゃめちゃ手間かけてやってる。だからおそらくあれでしょうね、施工業者に鞭を打って働かないとマイナスの報酬を与えることによってできてるオフィスでしょうね。あれはではないと思います、小野さんではないと思いますよ、はい、あ、違いましたか、はい、すみません、認識をずっと間違え続けておりましたけど、はい、しっかり宣伝してください。インプットサポート制度の話は本当ですんで、うんうん、そちらは真に受けていただいて結構ですので、はい、ぜひ興味ある方は求人ページ見てみてください、はい、次回はこの強化学習、なんとなくの方針だけ今喋ったんですけど、はい、具体的にはじゃあ中身どうなってるのかって話をまたちょっと地味めな方を掘ってみたいと思います、うんうん、はい、ちなみに水野さんは今回聞いてみてどうでした。そうですね、そのなんか囲碁強くする、うん、囲碁が強いみたいな話は聞いたことあるんですけど、うん、AI がそのどうやって強くしていったのかみたいなのって、うん、考えたことあんまなかったんで、うん、新鮮でしたね。おー、よかった。あと冒頭なんか甘栗剥いちゃいましたみたいに言ってますよね、あれね、はい、やめてくださいよあれねええ、どういうこと、どういうこと、なんで今言ったん。いや、冒頭で言いそびれたなと思って、うん、今言えば間に合うかな。いや、間に合わないです、間に合わない。え、どういうこと、怖っ。冒頭で言いそびれたツッコミを最後に放り込んだの。そうですね、そのなんか水野さん言うと思ったじゃないですかって言われたんで、うん、ずっと収録中こう心に残ってて今言えばなんとか間にギリ駆け込みで間に合わないかなと思ってお伝えさせていただきました。無能が人工無能がそうですね、前回はねテストで素晴らしい成績出したんですけども今回は人工無能になりました。ちょっとね、水野さん説明変数は一つだし、遅延レイテンシーはひどいし、もうカスみたいな人工無能ですよねカスみたいな API ですね、あなたはそうですね、次回ちょっと僕が人工知能に なれるのか、それとも人工無能のままなのかも見届けていただければ嬉しいですね。はい、面白かった方、優秀なリスナーの皆さん、水野さんと違って優秀なリスナーの皆様は思いついた感想のコメントとかね、昨日聞いたこといろいろあると思いますので、ぜひ気楽に感想のコメント残していただければと思いますし、チャンネル登録高評価もお待ちしております、はい、以上今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。